俺は松崎翔也。幼心ついた時から母親と二人暮らしで兄弟はいない。母親は俺が小さい頃から働きっぱなしで、俺と過ごす時間なんてほとんどなかった。休日こそ外に連れ出してくれたが、仕事の日は俺が下校しても夕方まで帰ってこないし、夜になるとまたアルバイトに行った。寂しさからか自暴自棄になって、次第に悪い奴らとつるむようになった。何度も警察の世話になったけど、結局懲りることはなく、今もこうしてヤクザとして天部会に所属している。だが、はい、翔也さん、これよろしくお願いしますね。渡されたのは組長の車の洗車道具だった。こんな風にいつも自分の面倒な仕事を人に押し付けてくる。おい、これお前の仕事だろ？いやいや、組長のお車ですよ。そんな大切なものに絶対傷なんてつけられないじゃないですか。やっぱりこういうのって人一倍責任感のある翔也さんみたいな人がやるのが一番いいと思うんですよね。お前がただ面倒くさくてやりたくないだけだろ。毎度毎度いちいち人に押し付けてくんな。翔也さんって出世したいんですよね。その割には大したことできてなくないですか？こないだの商店街の近くで龍神会に遭遇した時だって、向こうにバレないようにさっさと逃げようとしたし、ビビってんすか？あ、もしかして無駄な血は流さない的な？かっこいい。ぐっとこらえた。というより何も言い返せなかった。図星だった。俺は悪ぶって19で組に入ったものの、怖がられたいというだけで本当は気が弱く、喧嘩も勝ったことがない。高校の時も自分から絡んでいった集団にボコボコにされて大怪我をしたことがある。大輔に反論したところで結果はいつも同じで、どんなにこっちが切れても肩すかしで終わる。仕方なく掃除をしていると、おいお前、たった車一台さえもまともに洗えねえのか。任せてから何時間経ってると思ってんだ。いや、もともとは大輔が任されてたんですけど、あいつがサボって俺に振って。んなこと知らねえよ。とにかくあと10分で車出さなあかんねやから、さっさと洗うんかいボケ。はい、急ぎます。お前なんやけ、正体言うたか。何年もいてこの程度のこともできへんねやな。ま、杯交わしたら誰でも入れるんやから、就職先よな、ヤクザって。でもお前、ヤクザでこれなら、表じゃ何にも使い物にならんな。ゴミ言われんでマジで。まあ、俺らにとっても今のところ、足手まといでしかないけどな。なんせ、無農薬剤やからな。無農薬って、畑で育ったんか、お前。食われとけ。ごちゃごちゃ抜かしてんと、早く車の準備せんかい。お疲れ様です、組長。なんや、まだ車洗えてへんやないかい。お前か、こいつに任せたんは。ええ、自分ではありません。ですが、自分はこいつに怠けているなと指導していました。こいつ、いつまで経ってもパッとせんな。全然名前覚えんわ。覚える気にもならんな。こいつ自体が汚れてるんちゃうか。洗ってやった方がええで。ウェイリュウジ、他の奴らと一緒にこいつ洗え。そこにちょうどいい池あるやろ。は、承知しました。俺はリュウジや他の奴らに連れられ、敷地内にある池の前に着いた。おい、バケツとデッキブラシ持ってこい。リュウジの指示で他の奴らがバケツとデッキブラシをいくつか持ってきた。服脱げ。いやです。さっさと服脱げや。もうどうにもならない状況で指示に従うしかなかった。まずはざっと流すか。水かけてやれ。
池の水をバケツですくい、それをバシャバシャと何度も俺にかけた。助けてなんて叫んだところで、ここはヤクザの敷地。塀も高くて、外からじゃ中の様子は見れないし。一般人は下手に関わって恨みを買いたくないから、どうせ無視される。昼間とはいえ、真冬の寒空の下、裸の俺は凍えながら耐えるしかなかった。よし、そろそろいいだろう。ブラシで磨いてやれ。二人がかりで俺の腕と足を押さえつけ、もう一人がデッキブラシで体をこする。皮膚が全部剥げてしまうんじゃないかと思うぐらい、痛みの一言では表現できないくらい辛い時間だった。痛みに耐えながらもどうすることもできない俺を見ながら、奴らは笑っていた。よし、顔もしっかり洗ってやれ。リュウジの指示で腕と足が解放された。俺の体は真っ赤どころか紫に近い色に全身染まった。解放されたのもつかの間、髪の毛をつかまれながら池の中に顔を何度も突っ込まれた。まだやな、全然綺麗にならへんな、この面。もっとしっかりやれ。顔だけとはいえ、呼吸を整える隙すら与えられず、本当にここで俺の人生がもう終わりなんじゃないかと思った。もうダメだ。息が苦しい。助けて。よし、最後の仕上げや。突っ込め。池の中に投げ入れられた。ふん、多少は綺麗になったんちゃうが。お前のために用意してやったんやから、これ片付けとけよ。デッキブラシとバケツを投げ捨てて、リュウジと他の奴らはその場を去った。立ち上がり、とぼとぼと歩きながらデッキブラシを拾い上げた。俺、何してるんやろ。こんなところで、先輩にこんな仕打ち受けて、後輩にも舐められて。それでも俺はここにいたいんか。それとも居場所がないだけなんか。俺、いつまで経ってもこのままなんかな。その時だった。いきなり遠くから笑い声が聞こえた。その声がどんどん近づいてくる。とんだ災難やね。君、本当に僕らと同じ世界の人？誰や、あんた。何しに来たんや。あまり見ない顔だった。多分、天部会の人間ではない。まあまあ、そんなに睨まんで。リラックス、リラックス。その男は片桐といい、裏社会で長がつくほど有名な、京馬会という組の若頭だった。俺の所属している天部会は、京馬会の下部組織で、京馬会の人間が定期的に視察で巡回しているということだ。京馬会というのを聞き、瞬時に俺の身がすくんだ。君、全然ヤクザ似合わんね。ほっといてください。ここで毎日、あんな感じで雑魚な仕事やらされたり、他の奴らに遊ばれてんの。君、24歳でしょ？まだまだ少年みたいやね。酸いも甘いも何にも分かっちゃいないピャッピャな少年。うっさいね。あんたもそうやって俺でモテ遊んでるだけなんやろ。どっか行けや。なんなら俺をここでやるか。ええ、でも、失うもんなんて何もないねんから、好きにしたらええ。言いたい放題言ったところで、ふと違和感に気づいた。え？なんで俺の歳知ってんの？僕を甘く見るなよ。不敵な笑みを浮かべながら、片桐は言った。ねえ、君、ちょっと来て。え？今度こそ終わりだと思った。威勢よくまくし立てた俺がバカだった。そんなことを思いながら片桐に近づくと。僕、君の正体知ってんぞ。え？この男が何を言いたいのか全く意味がわからなかった。そしてまた不敵な笑みを浮かべた。とりあえず、うちの組長には報告しておくよ、今日のこと。またね、翔也くん。
あ、ちょっと。その言葉だけを残して、片桐はその場を去った。翌日、いつも通り雑用係を任せられ、敷地の掃除をしていると、いきなり背後に黒塗りのセダンが3台止まった。他の組が乗り込んできた。やばい。え、俺どうなるの？そう思っていると、天野はいるか。セダンから降りた、いかにも偉そうな男が俺に聞いてきた。男の後ろには昨日会った片桐がいて、相変わらず不敵な笑みを浮かべていた。あ、教魔会のお疲れ様です。組長は今、この建物の2階の一番奥の部屋にいらっしゃいます。リーダーであろうその男は少しだけ微笑んで、その後、ものすごい剣幕で部下たちを引き連れて、ずかずか奥へと進んでいった。あ、ちょっと。何かまずいことが起きるんじゃないかと、俺は集団を追いかけた。そしてついに天部会組長、天野のいる部屋にたどり着き、扉を開けたと同時に、館内中に怒号が響き渡る。天野こら、うちのせがりに何してくれたんじゃボケ。今日の組長、お疲れ様です。どうされたんですか？どうしたもこうしたもあらへんがな。何言うとんねん我、下の連中、お宅に視察さしとったら、うちのせがれが行さん可愛がってもろとるって聞いたな。可愛がってるという言葉とは裏腹に、天野の胸ぐらをがっちりつかみ、恐ろしい剣幕で睨みを聞かす今日の。せがれ、ご子息？いえいえ、今日のさん、うちには今日のさんのご子息なんて。今日のが少しだけ穏やかな表情になりながら、こちらに振り向いた。翔や、こっちに行きなさい。え？こっちに行きなさい。優しい声だった。その瞬間、天野はすべてを悟り、顔は一瞬こわばり、明らかに震えていた。そして俺もこの時すべてを悟った。でも、理解が追いつかない。まさかそんな。これが俺の息子や。笑みを浮かべてるのに、なぜかその表情はものすごく怖かった。私たちは同じ組の人間にそんなことを。あ？お前ここまで来てまだ嘘でどうとでもなると思ってんの？ええ、嘘では決して。おい、見せてやれ。片桐がやってきて、スマホの画面を天野に見せつけた。音声だけしか聞こえなかったが、前の日に俺が龍二たちから嫌がらせを受けているのを撮影した動画だった。これを見て何か反論ある？天野はものすごい勢いで土下座をした。申し訳ございません。部下たちがご子息にこんなにもひどいことをしていたなんて。監督が行き渡っておりませんでした。奴らには厳しい罰を。今日のは呆れたように笑った。奴らには厳しい罰をだ。片桐、もう一個前のやつ見せろ。はーい。その別の動画には、天野が龍二に対して、俺への嫌がらせを指示する場面が映っていた。これは何な？うん。天野はもう泣き出す寸前だった。お前が指示したよな。ああ。へい、ごめんなさい。お前、これやってどうなるか分かってんの？今後はもうご子息にこのようなことは一切いたしません。下の奴らにもきつく言っておきますんで、ここはどうか、どうかご勘弁を。足りんな。京野さんの言うことは何でも聞きます。下の奴らも好きに使ってもろて構いません。何でも聞くんやな。そないなこと言うといて、俺のこと恨んだりせんやな。はい、この命をかけて誓います。なので、どうか。ほんなら、ついてこい。天野だけでなく、他の組員も連れて行かれたのは、あの池だった。汚れてるんちゃうの？お前らの体。いや、脳から行かれてんねやろ。こういう時って洗ったらええよな。なあ、天野。ごめんなさい。おい、脱がせ。
教魔会の組員たちが一斉に天部会の組員たちの服を脱がし始める。そこでバケツですくった池の水を次から次へとバシャバシャかけていく。それは俺がやられたこととまるっきり一緒だった。龍二たちは寒さにうめき声を上げる。やめてくれ、頼む。きれいきれいにせなならんからな、ちょっと待ってな。龍二たちはデッキブラシで体をこすられる。どんどん真っ赤に、そしてところどころ内出血になっていく。お前らの赤、こすってもこすっても全然落ちへんな。お願いです、助けてください。まだまだ足りへんな。散々リュウジたちをこすった後、京野は言った。お前も洗うよな、体。視線の先には天野がいた。脱がせ。京野の指示で天野も裸になった。おいお前ら、何サボっとんねん。お前らも組長のお背中流してやりや。天部会の組員たちを呼んだ。自分たちは、組長にそんなことできません。ああ、組長に翔也の体きれいにしたり言われてやったこれが、お前らの正しい体の洗い方やんな。組長さんな、俺の言うこと何でも聞いてくれる言うてんねん。せやから俺も組長さん洗ってあげよう思ってな。できるよな。泣きながら、震えながら、組長すみませんと言って、彼らはデッキブラシを手に取り、組長の体をこすった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。うっさいね。近所迷惑やろがい。体洗うてるだけなんやから黙っとけ。組長の体もみるみる真っ赤になっていった。京野さん、頼みます。もうご子息にはこんな真似しません。なのでどうか、どうかお許しください。こんな真似、そんな風に思うようなことをせがれにしてくれたっちゅうわけやな。はい、とっても、とても申し訳ないことをしてしまいました。お前さもこの一回だけみたいな口ぶりやけどちゃやな。床に落としたゴミ食わしたり、お前のその嘘しかつけない汚い口に加えてたタバコの火を押し付けたり、全部知ってるわ。今までずっと監視させてたからな。深く反省しております。どうかお許しください。お願いします。お前んとこの収益ここ数年全然上がってんな。ヤクザの世界もビジネスやねん。金生み出してなんぼの世界や。その世界で金を作ってんのは誰か知ってるか？それは、京野さんのような立派な。俺のことを褒めときゃなんとかなる思てんの。その歳で。今だに。くっそしょうもないやつやな、お前。何をいつまでも抜かしとんねん。組員一人大切にでけへんお前なんかに組長なんて務まるが。毎日毎日こんなことして油売ってんとちゃうで、マジで。ごめんなさい、申しません。ご子息を傷つけるような真似絶対いたしません。この通りです。天野は子供のように泣きじゃくった。お前今俺に対してなんか恨みとかある？いいえ、恨みなんてございません。別に恨んでくれても構わへんで。俺はどんなたって何でもええだな。京野は天野の前髪をガシッと掴んで自分の顔を近づけた。翔也に何かしてみろ。お前のこの首。それだけはご勘弁を。きったね、親父の首なんていらんわ。ただお前は長にふさわしくはない。せやから組長から外す。そんな。命乞いするか、最後まで組長の座にすがりつくか、どっちか選べ。もうお前にはその二つの選択肢しか残ってない。私にはもうこの世界でやっていくしか道がないんです。だからこの子に及んでまだ抜かしとこと言うとのが。もうええ、やれ。はーい。
片桐が背広の裏ポケットから拳銃をスッと出した。ああ、お待ちください。片桐は何の戸惑いもなく拳銃のコッキングをカチャッと下ろす。片桐、ちょっと待て。せっかくだから翔也、お前がやれ。え、俺が？お前に最低なことしたあでやで、しっかり打ち込んでやれ。翔也さん、どうぞ。無理だよ、そんなの。俺にはできない。俺は俺で後に引けない状況だった。今までひどい目に遭ってきた。何度も何度も恨んだ。本当にいつかこの手でこいつを、そう思った日がいくつあっただろう。今その瞬間がついに来た。もうこの引き金を引くだけ。なのにどうして俺は。お願いだ、許してくれ。もうあんなことは二度としない。誓うよ、だから頼む。天野の言葉とは裏腹に、俺は拳銃を天野の額に当てた。ごめんなさい。ひざまずいた姿勢だった天野は安堵で崩れ落ちた。何が起きたんだ。両手にはしっかりと掴んだ拳銃がまだある。確かに撃ったはずなんだ。でも目の前には傷一つつかず地面に崩れ落ちる天野がいる。なんでだ、なんで。俺の横には片桐が立っていた。いつもとは違い笑みはなく、涼しげで凛とした表情だった。片桐のいない方を見ると、大きな松の木の幹に拳銃の弾がめり込んでいた。俺が引き金を引く瞬間、片桐が俺の腕を払ったのだ。ありがとう、片桐。いいえ、翔也さんにあの汚い男の返り血を浴びせたくなかったので。状況を理解し、俺も安堵し膝から崩れ落ちた。この状況でも一貫して冷静だったのは、京野と片桐だけだった。この人たちにはかなわない。心からそう思わされた。よかった、よかった。天野は号泣し始めた。生きてて嬉しいやろ、なあ。はい、嬉しいです。ものすごく嬉しいです。お前は命を軽く見すぎてたんや。そしてお前は調子に乗ってた。だから翔也にしたようなことを他の奴にも平気でしてたんやろ。勘違いすな。俺たちは表の世界では生きられへんような人間やけど、やからって義理も人情もない世界やない。むしろそれにまみれてる世界や。他人のことバカにしたら一瞬で足すくわれんで。俺はそういうやつをやる。はい、承知しました。お前今日は翔也に救われたで。あいつが俺みたいな人間やったら速攻言ってたで。はい、ありがとうございます。お前には別の仕事を任せる。仕事いただけるんですか。当たり前やろ、義理と人情で溢れてるからな。俺は感謝せよ。はい、本当にありがとうございます。で、何をすればよろしいですか。まずは今までお前が着服してた組の金全部よこせ。え、なぜそれを。ここ数年の収支報告がどうもおかしいと思ってた。片桐に調査さしたら、お前の部屋から通じてる隠し部屋があって、そこに大量の金があることが上がった。ちなみに証拠動画がこれだ。そこには目を疑うほどの大金が壁のように積み上がっていた。本当に申し訳ございません。ただある分ざっと計算したんやけど、まだ5000万ぐらい足りへんのよな。それどこにあった。結局その金はクラブや違法カジノに使い飛んでしまった金らしい。これだけの金を自分の懐に置いていたくせに、最近組員たちへの報酬は削っていて、
正直そのことに関しては他の組員たちから不満の声は上がっていた。もちろん組員たちが天野に何か言えるはずもなく、ずっと泣き寝入りをしていた。なくした分も取り返してもらわなあかんな。私は何をしたらいいでしょうか。おお、それならもう話はついてる。俺の知り合いにそらそら腕のいい漁師がおんねん。漁師。おう、そいつが今度また大西洋に向かって船を出すんやけど、昨今人が全然足りへん言うねん。それって。いやー、羨ましいな。1年以上も船乗って遠く行ってお魚ぎょうさん釣って、それにつけてお前みたいなやつに給料まで出してくれるん言うんやから、ええー、人やで、ほんま。ただ一回の漁やと5000万は稼げへんかもな。ってことで、その人が漁に出るときはお前必ず行け。まあ船酔いはきついかもわからんし、嵐に巻き込まれて転覆するかもわからんけど、まあお天道さんはどこにいてもしっかり見てくれてんで、安心せ。それはちょっと。社会勉強やないか。何十年も裏にいすぎて表のこと忘れたんちゃうか。そんな。お、寂しいが一人やないで、あいつらもや。今日のが顎で示した先には、いまだにすっぱだかでブルブル震えている龍二たちや後輩の大輔がいた。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も、みんなで仲良く一緒にお魚釣りして思い出作りしてきや。それを聞いた龍二たちも愕然としていた。なんや、嬉しいないんか。どっかの漫画みたいに地下強制労働しろ言うてるわけやないで。ほんなら豚箱ぶち込むか。ええで、別に。一生豚さんとブーブー言っとったらええわ。餌も同じもん食うて、クソもそこでしたらええ。今日みたいな寒い日も豚さんと一緒に暖を取ったらええわ。凍え死ぬかもわからんけどな。承知しました。寮に行きます。ちなみに日本帰ってきてもお前らもううちの組にはいらんから、その人面倒見てくれる言うてるから、海で一緒に足も洗ったらええ。あとお前らもう用済みやから別に言う必要ないけど、これから天部会には組長は置かない。ただ統括する人間がいないのは困るから、片桐を統括として京馬会から派遣する。片桐よろしく頼むな。承知しました。お任せください。そういうことやから、日本帰ってきたらまた好き放題やれるなんて思うなよ。日本にいる間は、お前ら全員に監視をつける。下手な真似したら、その時は今度こそ俺がお前の頭に弾をぶっ放す。裏社会以上に厳しい表で、パン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 ケツ叩かれてこい。その京野の一言を最後に、天野と大輔、龍二たちは京馬会のワゴン車に乗せられた。行き先はもちろん漁港だ。個人的には地下強制労働でもさせられてひどい目に遭ってほしいと思ったが、そんな漫画の世界みたいなもんが実際にあるはずもなく、とりあえず俺の目の前から日本からいなくなってくれるだけでもありがたいと思った。翔也さん、こちらへどうぞ。俺は片桐に3台あるうちの一番でかい黒いセダンに誘導された。なんであの時俺に撃たせなかったんですか？俺はどうしてもそれが聞きたかった。翔也さんを血で汚させないためですよ。それだけやないと思って。翔也さんはもしかしたら人を見るのが得意なのかもしれませんね。じゃあ教えてあげましょう。あんな男たった一発の弾でこの世から消すのはあまりにも簡単でもったいないと思ったからです。どういうことですか？もっと簡単に言いましょう。一発で苦しまずに行くなら撃たずに苦しみを存分に味わわせて行かせたい。
そう思ったからです。鳥肌が立った。それと同時に、この人が何か悲しみを抱えているようにも感じた。俺は車に乗り込んだ。翔也さんが困った時は、いつでもお呼びください。そう言って片桐は、ドアをゆっくり丁寧にバタンと閉めた。隣には京野が座る。車は京魔会の事務所に向かっているらしい。しばらくの間、俺はどうしたらいいのかわからず黙り込んでいた。京野もそれは同じだったのだろう。少しばかりの緊張感と、それでいて温かいような、何とも言い表せない時間が流れた。俺は京野に聞いた。ところで、京魔会ってどこにあるんや？ねえ、どうした？だって俺、これから京魔会に入るんやろ。場所わからんと。お前、間に受けたんか、あれ。そんなもん嘘に決まってるやん。え、じゃあ俺、明日からどうしたらええ？元の世界に戻りなさい。お前は俺たちの世界にいたらあかん。なんで？俺、そんな、今まで散々やらかしてきたのに。そんな俺が今更つける仕事なんてないやろ。お前、そんなに裏の世界にいたいんか。そんなに弱くて、足かせにしかならんわ。さっきやて、ピストル一発撃つのに、どんだけ時間かかっとんねん。せやけど、ちゃんと引き金は引いた。自分で引いたんや。あんなビビった顔してて、今更何言うとんねん。とにかくお前はヤクザに全く向いてない。そんなにピストル持ちたいねんやったら、警察か兵隊にでもなれ。あれは合法やぞ。俺から一番慣れなさそうな仕事やん。まあ確かにそれはめっちゃ難しいかもわからんけど。でもな、そうやなくてもたったゴミ一個拾うだけで感謝されたり、一生懸命作ったごちそう食べてもろて、ありがとう美味しかったよまた来ますって言うてもらえたりするのが表の社会やで。当たり前やけど大変やね。でも大変なのは裏も一緒。ほんなら優しいお前にはそっちが合ってる。せやから大丈夫。お前ならやれる。ごめんな。何が？変なところを似てしもたな。本当に。2、3年前に天武会の視察に行った時に、ちょうどお前を見かけてな。どうもさゆりに似てるなと思って、下の奴らにお前のこと調べさせたんや。そしたらやっぱりお前やった。京馬は似合わない顔で大粒の涙をボロボロ流し始めた。俺の心は複雑だった。父親とも思わなかった男が俺を息子だと言って泣いている。俺は正直、親父とは思えない。そらせやろな。こんなデカなってからいきなり、俺がお前のパパやで言われてもな。涙をこぼしながらも満面の笑みでそんなことを言う京野に、俺は少し笑ってしまった。なんとなく、これが父親かと思えたから。京野はまた真剣な顔に戻った。さゆりは、俺にもお前にも苦労させられたよな。本当に申し訳ない。さゆりは今はどうしてる？いや、もう何年も連絡してないからわからん。俺がヤクザになったから。してやってくれ、頼む。あいつ本当は寂しがりやから。今更合わせる顔ないわ。何言うてる？親っちゅうのはな。子供が無事でいてくれるだけで嬉しいね。まあ、多少怒られるかもわからんな。今日のは豪快に笑った。そしていきなり俺をぎゅっと抱きしめた。ありがとう。何が？生きててくれてありがとう。その言葉はとても力強かった。生きていることを感謝されたのは何歳の誕生日ぶりだろう。どういう言葉を返すのが正解かわからなかったから、俺も抱きしめ返した。なんとなく一瞬でも親子になれたような気がした。でも、それが京野との最初で最後の思い出になった。その後、母親に久しぶりに連絡をしてみた。そして、
京野に会ったことを報告した。電話の向こうで母は泣いているようだった。母と京野は中学からの同級生で高校から付き合うようになった。京野も不良から始まり、いつも顔や体に傷やあざがあるのをいつも心配していた。高校を卒業し就職すると言った彼にまともな人生を歩んでくれると母は安堵した。その後結婚し、二人の間に生まれたのが俺だった。生まれた日、母の腕に抱かれた俺を見て、京野は顔をくしゃくしゃにしながら泣いたという。そこから二年間、三人で穏やかな時間を過ごしていたが、当時組同士の抗争が激しく、身の危険もあったため、母と俺だけは絶対に巻き込みたくないと、京野から別れを告げた。京野が母に初めて自分の仕事を打ち明けた瞬間だった。母は泣き崩れた。怒り、悲しみ、いろいろな感情で壊れそうだったという。それでもまだまだ幼すぎる俺を見て、そして俺を守りたいという京野の思いを受け取り、苦渋の決断で別れを受け入れた。子供のために父親がいた方がいいのではないかと悩んだ時期もあったようだが、京野のことを深く愛していた母は、別れた後も結局他の男を好きになることができず、それでも少しでも豊かな生活をさせたい、お金に困っていると感じさせたくない、と金を稼ぐために毎日毎晩必死に働いた。京野が守りたかったものを守るのが私の使命だと思った。その母の言葉を聞き、気づいたら俺も泣いていた。母さん、ごめん。俺、本当にバカで、そういうの何も気づかなくて。寂しかったのは母さんだったね。これからは母さんのために俺が頑張るから。次の日、仕事を紹介してもらえるというハローワークに行ってみた。なかなかすぐに仕事が見つかるわけではなさそうだが、その日はいつもより空が明るく、青く見えた。ありがとう、父さん。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。